どこかで分別のないもののように振る舞うものが来ましたね台風がどうなりましたか今回来た消えてしまったそうです私は今朝テレビでその話を聞いて 深いものを悟りました台風というのはある時もない時も,もう違うのはありませんあったのでもないしなかったのでもありませんところが突然名前ができて突然台湾で20人を殺し気を倒し それから西海岸に来てですね、韓国の西海岸に来て亡くなりました。消えてしまいました。弱くなってしまいました。皆さん、大砲というのは何でもないです。何ですか空気の流れです。動きです。その動くのが ゆっくり力がなかったら何ともありません。しかし台風はどう動きますか力があります。だから台風というものは何があるとき台風ですか力があるとき台風です。力なかったら何でもありません。すべての電気製品も電気がなければ 何でもありません。私人間も命の息が抜けたらもう何でもありません。結局存在するということは、存在するということは、台風が存在するということは、何が存在していることですか力が存在しているのです。皆さんが存在していることは、力が存在しなければ、皆さんいつ生きても生きなくても、 知りません続けて存在する人はどういう人が存在しますか力のある人が存在します。はい。どういう力のある人が存在しますか命。はい。命。エネル 命のエネルギーが豊かでその命を多くの人々に影響を及ぼしてそれでお釈迦様講師のような人は多くの人々に影響を,影響を及ぼして変化をもたらしました多くの者たちの 憎しみをなくし死の力を命の力に変えてはいでも素晴らしい力の持った人々でしたこの力の中には破壊の力破壊力があり想像する想像力がありますこの想像力が 生命力ですその想像力をこのニュースタ h では簡単に命の息と言っています。だから私たちの体には見ますといつもこの命の息が働いています。自然界の存在するすべてのものはどうなろうとする性格、性質がありますか 放っておくと崩れて緩んでしまいます。それで存在がなくなります。皆さんがちゃんともう,こう土でどれほど素晴らしいこう形を作ってももう雨が降ってもう風が吹くとなくなります。だから本来。 昔の形がなかった通りに戻るのがこの宇宙の法則です。何がなければですかそれをその形を維持しようとする外部から来た命の力がなければ。はい、そうですね。だから皆さんが土の塊でそのいろんいい形をして、 こうも作っても、そこには命が働かないので、なくなりますが。人は。人はですね。これはなくならずに。だん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 と伸びます。大きくなります。宇宙のエネルギーの法則に。逆らっています。そのエネルギーの法則を逆らう力を命だと言います。わかりますか。 はい、だから皆さんは皆さんの体に病気に,病気にかかったそれで私的死の方向に行っているということは宇宙のエネルギーの法則に順応することですそれは何がない時命という力がエネルギーがない時起こる現象です壊れていく現象です しかし、だから、命を再び受け入れるときは、再び健康が回復されるのです。そうですね。このように、法則はとても簡単です。すべてのこの宇宙にあるこの法則は簡単です。だから皆さんは、命の中に入らなければなりません。命の中にいなければなりません。わかりますか だから、命の中にあるということは力を受けて、その力の中にいて、その力が私の中に存在しなければなりません。私はその力に、力は私の内になければなりません。この言葉、聖書にありますか私があなた方の中に、私があなたの内にいたら、身を結ぶ。 と聖書に出ていますだから力がそれで私がその力の中にその心理と善と美しいことまた愛,愛の命の息が私の細胞の中にあれば遺伝子はスイッチオンされて身が結ぶのです身が結ぶということは息を増えよう ということが実際になるようになるということです。だからその力を昔の人たち、特に中国の人たちはそれを感じて生きたので、それでその人たちの中国の人たちの言葉の中にキという言葉があります。キウンのキです。このキというのはこの宇宙に存在する 宇宙が存在するのはこの木が存在するので存在します。わかりますかだからその木が根本的なエネルギー、この宇宙を全てを存在させたこのエネルギーが存在するのです。わかりますかだからその木は本来、 自ら存在することのできる存在である創造主から出た言葉であるその意志である見心であると聖書は定義しています聖書だけがそのその木を具体的に定義しています聖書でない他の本は不幸にもその木の出るところまたそれがどこから 出たのかを語らずただ、木。木は木だ。木は木としてそのまま存在する。そういうふうに理解しています。しかし、聖書を見ますと、それと似たような話があります。はじめに何があった御言葉が言葉があった。はじめに何があったという話ですか木があったという話です。ところが、聖書の特徴は何であるかと言います。 かとと言いますとその木を木と呼ばないで言葉と言いますそれが聖書の特徴です分かりますかこの世の中の全ての本の中にこの聖書のみがこの宇宙にある木を言葉と呼びますはいこれは本当に大した考えですそれから言葉であるということはどういう意味 意味でしょうかこれは石です。重いではないでしょうか。だから、木を言葉といったら、その木の主体は石を持った、思いを持った存在です。だから、神だと言えるのです。木が言葉でなければ神様が出ません。木は木として存在します。 だからヨハネによる福音書一節の一節を見ますと初めに言葉があった。だからこの言葉が神と共にあった。言葉は神であった。 このようになるのですところが中国の人たちは木が言葉であるという部分になってはこれが出ないのですだからその見言葉が初めに神と共にあり万物が彼によって作られただからこの木が存在しているが故に万物が存在するように なったという,こ,とですそうです、ね、この言葉合ってますか合ってませんか木が最初に存在して万物が存在することができるこれ合ってますかこれ本当に合ってますこの言葉は本当に真理ですこの言葉が真理であるということはもう悟ったら進化論というのが突然全く意味がなくなります かかりますかさてテレビが存在するためにはコンピュータが存在するためには全ての電気製品が存在するためには何がまずなければなりませんか電気がまずなければなりません。電気が存在しないではテレビが現れることができません。これは全く不可能なことです。それではじめに 何が先にありましたか気が先にあってその次に宇宙万頭があるようになったのは真理ではないですか <laughs> はいはいで人たちがこれをもう覚えて通り過ぎますがこの中にある真理を発見しないで通り過ぎているのですだからそうか というところまで行かないのです。だからこれをただ一つのもう、聖書としてもう読んでそのまま通り過ぎます。しかし私はこれを読むと、これは真理だ。ですから、ある複雑な構造が、木の存在も何もなしに偶然に形成された。これ言葉なりますか、なりませんか 言葉になりませんだから進化論というのは気の存在を全く認めないで何が出来上がったというのでそれは,それは根本的な始まるところから矛盾です。そうですね。そしたら「合ってます」と言わないとそれはもうはっきりとして いますそうですね、はい、それで皆さん進化論でこう進化論のところでとどまらないでください人が偶然にできたこれありえないことです人ができ作られるようになろうとしたら人のように複雑な宇宙の中で最も,も複雑な構造を持って最も複雑にまだ 人,が人間がいまあ未だに人間をコントロールできないとすればこの人間を人間がコントロールすることのできない人間をコントロールできるそのエネルギーがこのその木がその命の息がその存在をまず存在していたので人間が作られたのであります。 はい。だから皆さん、神様をなんか神様、こういうやり方で神様をその信じたらそれは土足的な神様であるそういう神は私は存在しないという思っている人です。ところが万物のそのことを科学的によく考えてみますと神様が現れますかはい。 存在しますはい本当に皆さんこの世になるのですこの世になるとき皆さんの運命は完全に変わりますこの方は想像した方ですね作った方ですだから私たちが私自らが私は作られた存在であり私は亡くなっても ただ土になくなるのではなく再び作られることのできる存在であるというとき復活というものが合理化されるのです復活はいだからこれを合理的に考えますと復活がもう話にならない話ではありません気が存在するのにどうして私を作り変える新しく作ることはできませんか私が 新しく作られて永遠に神様と存在することができると信じているのにだから信仰の通りになるようになってなるのですはいだから御言葉で想像したので御言葉によって病気が治るっていうことも成立されるのですはい 皆さん、昨日私はストレス解消法をお話ししました。ストレス解消法は何ですか何ですか許すこと。さて、真理、全美しいこと、信仰、希望、愛を接しますと。 ストレスが解消されると言いましたね。はあ、可愛い孫を抱いて、それほど痛みを感じましたがもう、もう生まれたばかりの私の子を抱いていると、ストレスがすべてが問題になりません。男女が本当に愛する者たちがあって、一緒にいるときは、 スストレスはなくなくりますはいそうですねだから皆さんこのだから愛する夫と妻がいつも言葉を交わして一緒にいるのではありません口は言葉はなくても 本当に愛しているものは一緒にいるだけでもいいですああ。そうしてみたことあるみたいですね。昔の思いが出ますね。はい、もう無邪気な笑い<笑>顔をしています。考えるだけでも、そういうのは考えただけでも幸せになります。遺伝子がつきます。 幸せ性の物質が出ます。だから、心理、善、美しいこと、信仰、希望、愛というこの命の息は全部石です。石の中のどういう意志ですかいい意志です。命的な意志です。しかし、真実でなく偽りは命を塞ぐので死となるのです。 死の力というものは存在しないで死がある理由は命を塞ぐところに問題があるのです命をたくさん塞いだら皆さんの細胞があまりにも暗くなりこの間私はお見せしましたね暗い体明るい体何しながらですか目は 体の灯火である光である聖書は体で光で皆さん皆さん思い通りにも心の光だと言ってはいけません人が聖書を拝借するのがそういうふうです自分が持っている先入観で解決してしまう 応答すること聖書を少ながら本当に学ぼうとするならば私が今まで学んできた先入観それから逃れて悟らなければなりません私もその先入観から脱出されるためにあらゆる苦労したものですはいその中で一番大変だったのが魂です魂が来たら 生き魂が出たら死にそしたら神様の御言葉は何ですかだからその魂と神様の御言葉と変えてしまいますかこれがどれほど難しいのか今までは魂が出たら人がだから 2, 2種類ですか気絶する言葉があり根絶するという言葉があります。 だから実は魂が問題ではなく魂力がありますテレビの存在は何ですか電気がテレビの存在です電気がなければもうテレビはもうガラスプラスチックのもうかけらです私たちも命の息がなかったら私たちは 肉の塊にすぎません。だから皆さん、ニュースタートという心理、そして神様の善、これを皆さんは学んでいるのです。そしてそのエネルギーが、その力が中に入りますと、皆さんの存在が新しくなるのです。皆さんはその 崩れていくもうだん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 なくなっていくそういうエネルギーの法則それをエントロピーの法則と言いますエントロピーというのはだん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 と崩れていく昔の本来の状態もう土の状態に戻るのをエントロピーと言いますだから命は命のエネルギーはエントロピーを逆らう力ですだから 皆さんが心理、善、美しいこと、老化現象、病気になる現象はエントロピー現象に含まれます。私をだん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 本来の原料である土に戻そうとする過程です。だから、コアントロピーエネルギー。そうですね。コエントロピー、エンタイエントロピー。 高エントロピーエネルギーがすなわち命のエネルギーですだから命のエネルギーを受け入れたら老化が鈍くなり若くなり病気が癒されることが可能なのです可能であるという話です本当に単純な原理ではないでしょうかだから皆さん このニュースターと皆さんがこういう大きい力のレベルで理解するとき、ニュースタートを正しく理解することができます。私はいくらここで率直に話します。皆さん率直に。リサンゴがどれほど講義を良くしていろんな台でその 今日は動脈協会、今日は糖尿に関して話します。もうあれこれと、いくら話しても、いつもここに来て出て話す言葉は、いつも同じ話です。そうでないでしょうかどういう話ですか力のエネルギーの話です。エネルギーの話ですが、未だにそれがわからない方がおられます。だから先生。えーあの もうトウモロコシのお茶はどうですかトウモロコシの茶を飲みたければ時たま飲んでください。しかし根本的に何が一番いいですか水が一番いいです。そしたら水はもうその普通の生水がいいですか蒸留水はどうですかその物質論だからエネルギーを忘れて何に依存しようとしますか 物質に依存しようとするとき、このニューサートはもう何でもないエネルギーがなくなるのでもう力を失うのです。だからアルカリ水を水を飲まなければならないのかこの韓国はエネルギーが本当にもうこう薄れていく可能性が多いです。いろんな治療法が登場して私が受ける神から御言葉を通してくださる 命の息があるのにこれを横に置いてアルカリ水、波動水がどうかうそういう水かかりはありません。水はどういう水でいいですかもうきれいな水だったらいいのです。きれいな水で愛する妻がその持ってきてくれる水だったらもっといいし。 ただ水道の蛇口でもパ飲むよりはね <laughs> あなたのどかわいてるでしょそしたらその水に愛の木が入るのですそういう木を水の木水が愛とともに与えられる時それ力が出るのです だから皆さん、私たちはすべてを意味ありげに見なければなりません。その世のに見るときエネルギーを受けます。さて、だから皆さん、こういう聖書の見言葉も意味ありげに見なければなりません。 ああ初めに言葉があったああもう万物が彼らによって作られた作られたものの中でこの方によらずにもできたものは一つもない何ああの力にもなりませんだから聖書安唱大会では一番しますこういう文化こういう信仰の文化がこれは全く誤っているのです こういう中では、私が信仰があるというのは本当におかしな話です。だから、聖書通読を何回したとか、そういう文化じゃないですかわからないのです。皆さん、石が力です。それが命です。だから、神様がどういう思いでこれを語ったのか。これが大事なのです。はい。 だから、見てくだださいだからその御言葉の中に、ヨハネ1の4節言葉に命があった。この命は人の光であった。あ皆さん、もう素晴らしいではないでしょうか。はいだから、光は闇の中に輝いている。 闇はこれに打ち勝たなかった悟らなかったその光が世の中に来ましたご説です来ましたが来たにもかかわらずそれが光であるか分かりませんそれで皆さんの中にもこういうこのように講義始めから遺伝子が消えたついたから始まって 続けて命の息、光、力、エネルギーといっても力中心に語ったのに話しましたように携帯がかかってねあれあるでしょ最近あのねハイティで新しく出た何かあの、キノコがあるそれいくらなのそれどこでも止めるのそのようにしたらもうニュースだと思って。 消えてしまいまいすわかりますかところがこの世の中はこのち力ではお金を稼げないので力でその商業化させることができません。だから物質で産業化します。だからこの世の中は皆さんが病気になった時それを機会に皆さんが回復されるか。 されないかそれは関わらず自分たちだけお金稼げばいいのです。この偽りのシステムを逃れなければなりません。だから皆さんは早く命のシステムに完全に入ってこなければなりません。だからですね、皆さん見てください。 昨日ですね、セジョン・大王、大王セイジョンというドラマを見ました。そしたら、えー、いい内容が出ていました。それは何かと言いますと、ある偉い方が、偉い方をセイジョン・王が、おお。 反対するそれ悪い者どもを自分の力では勝てないので、ァンギ・ジョンスンを再び呼び入れます。ところがその、をていに、その、ある方がある人が、そういう偉い人が、この、 ファンウィが正常と同じ意思を持っている正常の思い通りにすれば。この朝鮮が本当に危機に陥る。明という国が明という国がそのままにしておかないだろう。で、ファンウィを受け入れたら大きな問題が。起こります。それファンウィが。王宮に入れないように。その検定をするのに。ファンウィが昔。不倫を。 人の妻を人の女を自分の妻にした歴史があります。で、それには本当に不思議なその話があります、理由があります。それで、その超満線というその偉い人がそれを隠しておいて、後で検定するときそれを入れます。そう見ると、わわ もう大変ですその時チェ・マリという学者が内容を全部調べてみますとそこには本当に言葉で言えない事情がありましたその 事情は皆さんにお話しする時間はありませんしそしたら講義がもうドラマになってしまうので <laughs> <laughs> それでこれが事実かとハギジョンは事実です何も語りませんその時チェマリが来てこの事実が 全ての人生真実を語ってはくれません。それはもっと素晴らしい言葉です。その事実が真実を語ってはくれません。はわ、あ、かりますかニューサートは何をすることですか草食べて、運動して、水を飲んで、歌を歌って、ストレッチングして、 そういうものなのか事実ですか真実を語ってくれますか語ってくれません。私が私たちの本編ー,ージに一昨日入ってみますと、ちょっとニューサトをこうちょっとこう変な目で見ている、考えている人がいます。入ってみますと、台がなんか収めること、なんかこうその お寺にいて納めてもニュースアートのご飯と変わりはありませんでしただからもう本当にちょっとこうねじれてます心がもう,もうお寺のご飯もあなた方のご飯も変わりないだそしたら私は何と答えたらいいのでしょうかもうそのご飯もご飯も同じご飯ですがニュースアートの焦点は 命の息ですはいそう話しますと昨日の夜入ったらいいことが思い浮かびました皆さんここに弟が大学の教授ですが妹がその お兄さん弟が文学の教授とか言ってますね。それでもう弟がなんかこう乗せました。弟はニュースだとよく理解しているようです。講義を聞いていました。それで昨日私が話した。 その何ですか昨日私が講義の終わり頃話した分かりませんか心理善美しいこと全てがその弟が風流という言葉を 風流というものを台で書きましたもう風流というものは堕落しているように性というのが堕落,堕落しているように風流も奥さんを置いてそ,のそば目のところにいて自然とこう遊んで遊び人自然ということ自然は神様の美しい姿 神様が表しているので自然の中にいる時休息があり自然の中にいる時命を呼吸することができる全てを自然にしなさいということは神様らしくしなさいあなたも好き放題にするのではなくだからそれこの弟さんがそれに本当感動を受けたみたいですそれで 先生やはり風流を感じて受け入れるのが結局は私人生ではないでしょうか風ところが自然がありますとその中に何がありますか、はい、風が吹いて水が流れて 水が流れるそういう力道的なものが風流です美しい踊りが風流を表すのではないでしょうか私たちの体でこう表すのではないでしょうかそれでそういうのを楽しむ本当に命的な レベルでで風流ととといいいうことはとてもいい言葉ですしかしもうそばめのところにいてもうお酒飲んだりそれは風流ではありませんだから風流とは何かと言いますと自然を見てはあもう白い紙にその墨をこう溶けてこうはあと美しいものを 満喫することそれが風流じゃないでしょうか。だから私が弟さんに、ああ、そうだ、私が思いつかなかったことを学びました。だから、お兄さんもその風流を楽しむことができれば、お兄さんの顔を見たら、私は風流と少しあんまり関わりがない。だから、 でこれがですね私は皆さん硬くですね皆さん必ずもう水を飲んでくださいと言ったらいけませんそしたらニュースアトになりませんそれですねこのように優しい話人たちは先生 具体的に1、2、3、4番目、こう言ってください。そのようにやったら少しちょっと話になりません。だから、風流、私が昔、うんちという言葉をよく使いましたが、人生にはこれがなければならない。これが命的な、インチですね。インチある情景とか。 インチがあるとすればもうこれはもう少しおしゃれだと言いますがしかしインチというのは頭があんまり入ってない人たちがこうあのそれは今はもうインチのことを聞いたら話したらそれはもうおしゃれということに考える人がいますが神様が本来意味する自然があり本来持っているインチというものがあります。 だから皆さん、ニュースサトは、ニュースサトは、インチある風流を感じながら生きる、そういうものです。ところが、いくらこのように説明したら後で少し拍手しようと思ったら、ちょっとこう、自然でないように思われる可能性があります。だからですね、先ほど。 分別のないもののように振る舞うそういう人が今はもう風流を楽しむという交流をしていますがそのレベルで風流ですがそれをもう認めてそれをもう可愛く見てあげるのもまたインチのあることですだから真実に全てが その全ての真実は語ってくれないということをアメリカのカリフォルニアであるそのヨセミテにある国立公園にある滝です何でも写真で見たら事実しか見えませんわ滝とても高いねそのようになります だからこれをよくこう見てください。それでよく詳しく見ると、わあ、これがです、ね、何ですか観光バスです。これ木、ものすごい大きいです。大きいですね。で、その松はもっと大きいです。はあ、皆さん、このもう滝が木の大きさぐらいでも、 大したものです韓国では、ですね韓国ではもうソラクさんの何滝ですかピリョンポッポを見てもこのぐらいの高さもありません。ソラクさんの高い滝が一つありますが、それが何滝ですかピリョンポッポピリョン滝じゃなくていえいえ。イエイエ ポッポ、テー滝、ョン大きいです。その滝は水はあんまりありませんが、とても高いです。あれ見てください。高いですね。わあ。わあ。わあ。もう水吹雪が見えますね。わあ。 うわ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 ,うわこれこのように見なければ見ることができなければなりません聖書を見てもこのように見,れ見ることができなければなりません上辺だけこうしたら結論がすぐ出ます 分かりますか,かこの世になるとき、真実を見るのです。真実を。実、真もう、あもう、岩から水落ちているね。事実は真実を語ってくれません。分かりますか聖書の中に現れている愛は。 もうソドムとゴモラにもう火を下してもう全部殺してしまった神様は本当に怖い事実です真実は知らないです人たちは本当に悲しい話ですソドムとゴモラの話の中にその真実を取り出すことができなければなりませんその中に表されている神の愛だからソドムとゴモラの 話はそういう人たちは全皆殺しにすればそれが抗議だ正義だしかし神様は罪が多いところに恵みを増すそれは何ですか自分が矛盾の中にいるか分かりませんそこから早く逃れなければなりません分かりますかソドモとゴマラの話は皆さん その本にいつも美しいそのいつも青い美しさその本見たらわかります。もう涙の出る真実があります。ファンギーファンギーファンギーチョンスンという偉い人がその妻をめとった人の妻をめとったりのには理由がありました。 だから私たちは真実を見ることができなければ分かりません。これは岩から水が落ちるのではなく、私が神を知ってからこれを見るときには、はあ、これがそれが神様が。神様が何を落としますか水を。精霊と言います。精霊は神様の霊、神様の御言葉です。御言葉,の言葉がパーッとこの世を愛して、 それで私が神様がこういう方であるかも知らずして神様がおられないというものにリサングに39歳の時みことばの水をふわーっと下してその御言葉の力を学んでこのニュースタートを通して皆さんの遺伝子が再び神様のその 息御言葉の力で病気が治っているのです。それでですね、イ・サングというものが、ニューサーというものを抗議すると言っているけど、それホームページあるので、少し開いてみて、そしたら動画を入れると、小さく出ます。 あ講義、面白いなしかし話がちょっと遅いそれはヨセミテの滝を写真だけ見るのと同じですだから、来て聞いてみるとこれは何ですかわ私は力を受けて私の遺伝子が動いていてるいう動き始めているということを知ることができるのです。 はい、だから何でも真実を取り出さなければなりません。この世のが言っているものを適当にするのではなくて大多数が認めるので私は大多数の一人となってその流されていくとその目の見えない人が目の見えない人についていくといけないのです。だから皆さん、ストレスを解消すること。 昨日もストレスを解消することに関して話しましたが、ストレスと憂鬱症と病気全部同じ言葉です。そうですね。ところが、ストレスを解消するということは根本的に、はあ、皆さん、あそこには寄せみてなのかと言ったら皆さんのストレスは解消できません。ここに来て。わ と言ったらエンドルフィンがもうどんどん出ますストレスがパーッと消えます私がここに来てこの雄大な姿にただこれに全体に一つの部分となるのですで私がとらわれるこの美しいものの中にいる時そのように抱かれるような思い私が美しさの中にあり この美しさが私の中に隅々まで来るとき、私のストレスはなくなるのです。さて、実はそうです。私が幼いとき、例えば3歳、4歳、5歳の時は誰がその子に絶対的な存在ですかお母さんです。 もうお父さんはあんまり会えないのでお父さんは職場にいていなくてもいいですそうですねおか父さんはお金稼いでくればもう大丈夫ですもういつも一緒にいなくてもいいですところがあの後ろに血を見たらお母さんがいなかったらダメですあそこで遊んでいてもうここ来てお母さんいるのを確認してまた遊んでこのようになります血を見も。 もう走ってるのポーズがあまりにも可愛いです。もうあんまりおとなしくないと言わないでください。おとなしくないって、そういうのはもう,もう、年取ってないっていう言葉で。だからそのもう、おとなしくしていない方が若いくなる方法です。 ところで皆さんあそこに遊んでいて風船があなたのものか私のものかもストレス受けます。あーとどこに行きますかお母さんの懐に抱かれたらストレスなくなります。はいストレス解消法を 複雑に思ったらストレスも解消できません。ストレス解消というものは絶対的な存在。私を愛してどういうふうに愛する存在絶対的に愛する存在。私に関してもう決して心の変わらない存在。だからそれを絶対的な存在と言います。神様は絶対的な存在であり、絶対的に 愛してくださいます分かりますすかかり自分の命を捨ててさえも私たちの命は要求なさらない方です。それが十字架に表れているのではないでしょうか。かかりますかだから、皆さん皆さん。 だとしますと皆さん絶対的な神様が絶対的に愛される方であるならば神様が悪人を裁くという言葉はどういう意味ですか多くの人たちがそのように話します神様が正義を持って悪人を裁いて地獄の日にいけるこれを普通に話しますそれが真理であるかのようにしかし 神様の愛は私人間と違って絶対的に永遠に愛します。でそれと裁きとどのようにマッチできますか絶対的に愛される方が突然心が変わってこのいつらはもうダメだ。私は愛せないから殺さなければならない。このように思っている神様であると私が信じていると皆さんには 絶対的な愛を与える対象はなくなります。わかりますか絶対的な愛を与える対象がいます。それは絶対的な愛ではないので。だとしますと、誰も滅ばないう方が絶対的な愛ですかもうそれもそうではありません。滅びというのは人間がその絶対的な愛を 最後まで拒否した時の現象です。だとしますとその拒否するだからその終わりはどこか皆さん、イリさんのところに行きますとソユンという 子が住んでいます。いいそうユン、ん。そうんがこれを聞いてともうれしいそうだ。もう先生が自分の話をすると言って。5歳。今多分6歳ぐらいになったかもしれません。ごめんね、そユンん。年が5歳か6歳かわからない。昨日も私電話を受けました。 ペンの中にそういうファンがファンがいますよお母さんが電話するなって言ってももうこっそりと電話します電話して何と言うかしていますが、サングサング愛してるよ <laughs> と言いますで私はソヨンの電話を受けながら天国におられ天におられる神様がソヨンみたいみたいの関係を皆さんと結びたいと思っているのですはい どれほど自然ですかさあ、だから、この子がですね、教会に行きました、教会の牧師が、神様が悪人を裁きますと言ったのです。そしたら、この子が、違う、違う、違いますよ。違いますよ。それで それ違いますよ神様はいくら悪い人でも怒って殺す方ではないのにそれを彼が彼女がどうして知っていますか私を講義を聞いて分かるのです。分かりますかそれでその執事さんがそし,たらそしたらどうするの裁きはどうなるのと言ったらこの子が何と答えたか分かりますか 神様がいくら悪いものでもそのまま残しておいたらもう,もう死んでしまうのでもう死ねないように神様がトングンがもう,も,うもう出てみてくださいトングンはこの神様が嫌ですわかりますか神様がトングンをもう もういろんんな悪いことをたくさんしますいやだけど神様がこのトングを救いたいトングをもう離せないトングここに来てと言ったらもう離して離してもうノーあの <laughs> こっちに来てこっちに来てしかし神様神様はこの野郎もう静かにして来なさいというそういう方ではないです だ,だからもう引っ張りたいもう話してとて言ったらもう話してあげたらいいのですでトン君もいつも少し未練があってもう話してほしくはないというもうもう話してもう <laughs> もう話 <laughs> <laughs> して <laughs> 手さんがもっと上手にう来て来て <laughs> 行かないもう来てでもまりゃもうやめなさいでこのようにもうおとなしい人ですか奥さんにはもうなあもう話してと言いませんか ああそれじゃあもう早入ってくださいじゃあ <laughs> <laughs> はい演技がうまくうまいうまさそうですもうそこは言い方なのよもう話してもう話して <laughs> それでも神様が この,チェアの心の中に少しでも自分を,自分を離れもう一緒にいたい心が少しでもあるのを分かったらもうこう捉えますしかし神様が見てまたサタンが見てこの人の心は完全に神様と共にしたい心は完全になくなったのを知ることができます 私自身は知りませんところが霊の目で見るとき霊的な目で見るときそれがそれを罪の杯が満ちたという話です罪の杯が満ちたこれ水一,一瓶持ってきてくれますか 蓋を開けてくれないとこれがですね罪の杯です心の杯です中にもともとはこの中に神様の木命の息が満ちていましたところがその命の息の代わりに何が入りますか水が入ってこの命の息が満ちている部分をどんどん押し出します もっと悪くなり神様にいるべきところが空間がどん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 なくなって息がだんだんなくなる溢れてそれで結局はもうもう少ししか残っていますそしたら神様は,は大変だこう,もうこうだったらダメだめだもう私が 願う通りにするな、それでも溢れましたので、この時は神様はこれ以上捕えることが、捕まえて捕らえることができません。それを抗議、正義と言います。その抗議のように強制できないので、その抗議のゆえに、この人は完全に死の塊となって、命と100%断絶される時、死ぬのです。わかりますか それをさばきと言います。それをさばきだと言います。だから、ですから、赤ちゃんがストレスをたくさん受けたとき、子どもがお母さんの懐に抱かれて、ううこうしたら、お母さんは大丈夫だ、大丈夫だ、とかそれと、ばーっと。 解消しますそしたら、うんと笑います。さて、私がいつも4、5歳の年で生きることもできません。私たちは育ちます。成長しますで。お母さんとそういう関係を続けて、お母さんが私に絶対的な存在では生きていると、そうではないです。お母さんも限界がたくさんあります。 その時人間は、私のストレスを、なくすためには、絶対的な愛の懐私のすべてのとが過ちを負ってくれる、決してそれを取り出さないすべてを覆ってくださる方の懐に、抱かれる時ストレスが解消されるのに、その対象がなければ、ストレスは、タバコで、麻薬で、 お酒でタバコで陥落で解消するしかないのですしかし本当にストレスを解消できるところは私を絶対的に愛される方その懐に抱かれなければならないのに今は絶対的に愛される方が私のお母さんでもありません母も誕生日のプレゼントも少しもうこういうのをもう誕生日プレゼントとして買ったのか お母さんも限界が出ます。人間としては足りません。そういう時私がもう抱かれるところがないのです。だから皆さん、だから神様はそう自然を想像されました。自然を想像されて、本当にもう気分悪くなった時もう広い海に出て座っていると、ステルスがさあ。 それが一種の神の懐に抱かれることです。私は海をよりは私は森の中に入るとストレスがなくなります、はあ。森の中で散歩していますとストレスがなくなります。それも結局は神様の懐のようなものです。だからそういう自然は神様が作られた自然は 全部神様の愛を象徴的に表したものですところが皆さんが神様の愛を聖書の言葉から直接感じることができたらこれはストレスがもうなくならないはずがありませんだから私は今朝もう夜明け早く起きて呼吸をしながら お祈りしながら瞑想しながら悟った言葉が一つありますすごいものを悟りました昨日私が呼吸の話をしながら中国の人たちはこの空気を航空気気といったところが私は突然朝悟ったのは皆さん私たちが 広い空間を呼吸することを広い空間を何と言いますかこの広い空間大気と言いますこの大気はその言葉をよく考えてみますと気は気ですが大きい木です 大きい木は誰の木が大きな木ですか神様の木ですはいだから私たちがこの大木を大木と呼ぶ時皆さん中国人は昔ですねこの大木の神様の木があるのでそれをその 大きいのは神様にあきはまるものです。この人間には大義がありません。もう孔子も大人というときこれは神の人を言うのです。お釈迦様と慈悲、大きい慈悲、そのお釈迦様はその最高の哀れみを大 大きい哀れみというときはそれは神を意味します。それは人間がどうすることのできない哀れみです。これは絶対的哀れみを言います。変わらない哀れみ、慈愛、それを私が前に悟って研究してみますと、お釈迦様はその神を対死対非。 れみそれは大イガだ大きい私大が皆さんこれ素晴らしいものです何がですか大イガ私は小がです 私を想像した方は、大河です。だから皆さん、私は仏教を勉強してみました。これは間違いなく、お釈迦様が真理を悟ったものです。しかし、これが全部堕落して、仏教でもう、大河、大きい割れの話をするものがいません。 それは無神論偶像崇拝と言います。お釈迦様がどれほど心がもう悔しいでしょうかもどかしいでしょうかだから私はお釈迦様を理解します。今日の仏教私は好きではありません。私はイエス・クリストの真理が好きで、今日の私のキリスト教はあんまり好きではありません。こんにちは、理論自体がもう。 矛盾だけであってその人間がグループを作って党派を作ってもうけんしやすいしかし聖書で教える理論は敵を愛しなさいということです私はこのように思いますアメリカはとても模範的なキリスト 国家でしたところがアメリカ人がアメリカ人はどれほどお金持ちでしょうか今イラクの戦争に注ぐお金はも一日にもう何兆ウォンぐらいです皆さんそのそれをですねお金をアラブの本当に貧しい者たちに食べさせたら アルカイダは活動することができますかしません。アルカイダはアメリカを撃つ理由は何ですかアメリカの故にアラブの民族がそのよく食べていけない。経済が悪い。アメリカが石油は自分たちだけたくさん使うために石油を確保しなければならない。確保しようと思ったら、 サウジアラブを捉えなければなりません。イランを捉えなければならない。それでアメリカ化させて全部堕落させるのです。それで油は石油は全部持っていて。だからそのサウジの政権を維持させなければなりません。だから政治、王族をその保護するんじゃないですかアメリカが。 CIA を持っても王族たちを政権を変えようとするそういうそのことがなるようにもうその情報を話して全部話しますそしたら王族が行ってですね警察に行ってみんな捕らえて殺しますだからこのサウジアラビアがもうそれほども油が石油がたくさんあってそのみんながその 生きることはできますが、それならない。りのはそれほど水貧しく生きる。生きるのはアメリカのゆえだ。アメリカのせいだ。だからアメリカを。早く殺さなければならない。誰の名前でもって。神の名によって。なぜならば、神はその悪い奴は。歯には派手。目には目で。と言ったので。見てください。 そういうふうに聖書を理解しているのでこの世の中がこのように悪い悪の宗教によって悪の世となりました皆さんだから皆さん是非ストレスを解消するためにその大賀の懐神の懐大気を呼吸しながら愛の 愛の神様の懐に抱かれてほしいと思います。そうしますと、その懐の中で皆さんの遺伝子が再びついて再び回復するのは確実ではないでしょうかはい。このように生きることがのが私があなたの私があなたのうちに私 私があなたのうちにあなたは私のうちにあって私はあなたの神となりあなたは私の民となるであろうそういう意味です。<laughs> はい、来てください。 だからやがて最後の瞬間に神様、私、神様誤解しました神様は怖い方であったと思いました誤解しました私みたいなものは決して許さないで地獄に送る神として誤解して私がもう話しなさい話してと言いました絶対的な愛をくださる方ですね私が帰ってきました この2人の方その2人の方聖書の聖,聖という言葉も知らなかったものですしかし神様の愛に感動しましたもうこの世になって病気が治り始まるのですそれではお立ちくださいますか ご食し,してください。運動してください。運動してください。びっくりすることが起こります。運動してください。水を飲みましょう。水を飲みましょう。 びっくりすることが起こります水を飲みましょう日光にあたってください日光にあたりましょうびっくりすることが起こります日光にあたってください節制をしましょう節制をしましょう をしてください「びっくりすることが起こります」「節制をしてください」「きれいな空気を飲みます」「空気を呼吸しましょう」「びっくりすることが起こります」「きれいな空気を飲みましょう」「休息をとりましょう」 休息をとりましょう。びっくりすることが起こります。休息うをとりましょう。神を信じましょう。神を信じましょう。びっくりすることが起こります。神を信じましょう。 「ニューサートしましたら」「ニューサートしましたら」「びっくりすることが起こりました」「ニューサートしましたら」「ニューサートしましたら」やー「やあ!」